ロージー・スティーブンイコールグッドナイトは、ロージー・エステップという利用者名で活動するアメリカ人ウィキペディア編集者。女性の人物項目を質、量ともに向上させることによってウィキペディアにおけるジェンダーバイアスを是正しようとしたことで知られる。数千もの項目を執筆し、2016年にウィキペディアン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。スティーブンイコールグッドナイトはセルビア人の子孫で、 ユーゴスラビア女性大学協会の会長を務めた女性活動家パウリナ・レブル・アルバの孫にあたる。祖父のダビド・アルバラはシオニズムの指導者でベオグラードにおけるセファルディムのコミュニティの代表を務めた。スティーブ・ミコール・グッドナイトは若い頃から世界文化に強い興味を示したが人類学に進むことを父が許さず代わりに経営学習士を取得した。 スティーブンイコールグッドナイトは企業経営者としてネバダ州ラスベガスで働いておりカリフォルニア州ネバダシティに居住している2016年のウィキメディアダーバーシティカンファレンスで講演するスティーブンイコールグッドナイトスティーブンイコールグッドナイトは2007年にウィキペディアの編集を始めたスティーブンイコールグッドナイトの息子が自らが平和部隊として働いているウクライナのに ついての記事を編集しており、彼がスティーブンイコールグッドナイトに、ウィキペディアは誰でも編集することができるということを教えた。彼女はその年にブックリーグ・オブ・アメリカが発行した出版物を見て、ウィキペディアが情報源としているものとの差を見つけたことから、ウィキペディアの編集に参加し始めた。彼女はマーガレット・ミードに影響を受け、ウィキペディアが人類学の知識を伝達する。 良い水路であると考えるに至った。あなたたちの中には私が心からの文化人類学者であることを知っている人もいるでしょう。私はマーガレット・ミードの歩いた道に続き、マーガレットのようにバーナードで文化人類学を学びたかった。マーガレットのようにパプアニューギニアを旅してその人々について調査したかった。しかし私の父は人類学を専攻することに、 ノーと言ったのです。彼は私に大学でもっと実用的なものを学ばせたかった。だから何年もたった今になって私はゴアリバリ島とその食人監修に関する記事を書いてアマチュア文化人類学者としての人生を送っているのです。実用的でない夢を持つすべての女の子たち、この記事はあなたたちのためのものです。スティーブンイコールグッドナイトは地理学や 建築の項目、各種の人物電気を数年にわたって立候したが、最近ではそれらよりも、女性の人物電気に注力した。2013年、スティーブンイコールグッドナイトは3000以上の項目を立候し、そのうち1000項目以上が、リドユーノーに選出されていることから、イギリスのハフィントンポストで特集された。2016年時点で、 彼女がは4000項目以上を新規に立候し、10枚回以上の編集を行っている。同年には、サンフランシスコで開催された、ウィキペディア15周年式典の司会を務め、またウィキペディアの内容のジェンダーギャップについての発表をした。ジミー・ウェールズと並ぶスティーブンイコールグッドナイト2016年の、ウィキペディアン・オブ・ザ・イヤーは、スティーブンイコールグッドナイトとエミリー・テンプルウッドに、 授与された受賞時に彼女の書いた項目のうち1300項目以上がリドユーノーに選出されていると言及された。また彼女はウィキプロジェクト女性著述家、女性、ウィメイン,インレッドの共同創始者である。これらのプロジェクトによってウィキペディアの女性関連記事の割合が15.5%から16.35%に増大した。彼女は アートフェミニズムウィキペディアエディタソンのような関連プロジェクトにも参加している。スティーブンイコールグッドナイトは典型的な男性の人物記事が同一領域の女性の人物記事に比べて5倍の長さがあることを引きつつ伝統的な百科事典の持つ系統的バイアスに注目する。彼女はまさに検索ンとする人々に提供される 強い人物伝を核に足る情報が存在すると信じている。また彼女は女性はウィキペディアに大きい貢献できる可能性があることを示し、ウィキペディアが求めているのは特有の興味と適性を持つ女性編集者たるあなたとトークページトーンです。あなた抜きにはジェンダー不均衡と系統的バイアスはウィキペディアに残り続けるでしょうと説明している。ありがとうございます。